どうも、毎回衣替えのタイミングを間違ってしまうマメックです。気づいたら一人だけダウン着てるってことが多いです。何も聞かれてないのに、朝は寒かったのにって言い訳してます。桜も咲き始めた今回は JR 二条駅に来ています。二条っていうとやっぱり世界遺産の二条城とか新千円が有名ですね。この新千円は桜の花見発祥の地だそうです。そんな二条駅ですが、今日は大人のお子様ランチが食べられる洋食屋さんに行きたいと思いまーす。早速向かいましょう。まずは二条駅西側からビビとの間の通りをまっすぐ南へ向かいます。徒歩で10分くらいです。そして三条通りに出ると東側には京都一長いアーケード商店街三条会商店街があります。名前の看板発見。こちらが目印。そんな巨大な看板の下には控えめにお店の看板もありました。そして一本松通りを南へ行くとご夫婦の飛び出しお出迎え。こちらが大人のお子様ランチが食べられるレオン食堂1463。ちょっと分かりにくい場所ですが、一度は来るべきお店だと思います。そんな店内は
らが大人のお子様ランチ、ネオンプレートトロックス。ハンバーグにカニクリームコロッケ、エビフライとカキフライが乗った超豪華なプレート。それでは、いただきまーす。まずはハンバーグから。このハンバーグは国産牛を粗挽きと細かいのと2種類混ぜて肉肉しさとか食感を出しているそうです。おいしい。溶けてしまいましたが、トリュフバターが添えてあるんですけど、これがまた風味を出してるんです。次は追加したカキフライ。やっぱこれだな。このタルタルも手作りだそうで、味が濃すぎなくて美味しいんです。たっぷりつけて、美味しい。ご飯も小豆が入った玄米ご飯なんです。豆福は意識低い系なのでよくわからないですが、とにかく体にことだけ知ってます。やっぱりエビフライはいくつになっても好きですね。日によって変わるそうですが、小鉢もついてます。この日は冷製パスタでした。の目覚めを使っていたり、チーズも3種類使うとか、こだわりを感じます。どうでもいいことですが、実は私エビの尻尾全部食べる派です。こちらのお店、サラダもこだわってはるんです。ハナッシュサラダって言って、たくさんの種類の野菜を使ってて、この日はインカの目覚め、シャドウクイーン、赤かぶら、ラディッシュ、香辛大根、下茹でなんですけど、まあ、今これは食感大にしてるんでしっかりと残るようにしてます。あ、その食材によっていろいろとやり方は違うんですけど、ね、選手10個あったら10種類あったら10回やります。それぞれの食感を生かすため、これらの食材一個一個別々に茹でてるんですって。手が込んでて驚きして食べないとですね。こちらはカニクリームコロッケ、中にはカニ味噌が入ってるんですって。あー、おいしい。合うわ。先ほど料理の説明をしてくださった方はシェフの高野さんっていう
タカナで名前を書いて反対から見ると、数字の146に見えるんです。店名はここから来てるそうです。種類も多いし、でも混んでるし、ほんまに大人のお子様ランチやで。ちなみにお店の前には自動販売機が設置されていて、カニクリームコロッケやハンバーグにソースなど購入することができるんです。最後はお味噌汁をいただきます。こちらの味噌も自家製だそうです。だしの香りもよくってめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今回はレオン食堂146で大人のお子様ランチを食べてきました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。